三ロケは、スペイン・アンダルシア州カディス県のムニシピオ。三ロケから、ジブラルタルの岩を眺める、石油生成所スペイン継承戦争中の1704年8月1日、アルヘシラス湾にて、ジョージ・リューク・提督とオーストリアの軍人である、ゲオルク・フォン・ヘッセン・ダルムシュタットが指揮する、イングランド・オランダ連合艦隊が、スペインをフェリペ5世に忠誠を誓うブルボン家の艦隊と衝突した。 8月4日にスペイン側が降伏、イングランドはジブラルタルを占領した。この時、ジブラルタルに住んでいたスペイン系住民は脱出し、標高109メートルの丘の頂上にあったサンドケ礼拝堂周辺へ移住した。当時のジブラルタル住民およそ7000人のうち5000人以上がサンドケへ移り、2000人余りがロスバリオスやアルヘシラスなど、 た都市へ逃げ、ジブラルタルに残ったのは、わずか47人だった。サンドケは失われた、スペインの都市ジブラルタルの栄誉、紋章、称号を授けられた都市となった。そして、かつてジブラルタルに居住した者がいる、最も高貴、最も大家に、忠実な都市サンロケと称された。1870年、ラリネア・デラ・コンセプションが、サンドケから分離して独立した自治体となった。 現在、三ロケには製油所、石油化学複合施設、スペイン発のコンバインドサイクル発電施設などを含む広大で重要な工業地帯がある。三ロケ礼拝堂は元の場所から撤去されて、その後弊社が建てられた。丘の頂上には礼拝堂が再建され、現在はサンタマリアラコロナーダ教会となっている。セイヤー、 フレデリック・ザ・ヒストリー・オブ・ジブラルタル・アンド・オブ・イッツ・ポリティカル・ディレーション・ツー・イベンツ・インヨーロッパ・チャップマー・アンド・ホール・ p 百十六、http ・コロン・スラッシュ・スラッシュ・ブック s ドット・グ ID ・イコール945・マウエンゲク・アンド・ DQ ・イコール・ジブラルタル二十二バルトロ・メ・カスタパーセント c ・ c 三パーセント・ B1 ・ O ・22・アンド・アズ・ BRR ・イコール3・三アンド・ ソースイコール GBS ナブリンクス S ハット、エレデイロスでジブラルタルエルムンド。ありがとうございます。